射部女子最速王決定戦、うん、まあ、女王ですね。おー、いいな。中に入ってください、中に入ってください。おすごい。さあ4人の皆様やってまいりましたよ。うわー、ここ滑らせながらスライドさせながら投げていきました。サウナ上がりみたいな感じだったね。止めましたね。さあ小林選手のタイムはこちら。ペリー先生の車の話始まりました。はい、暑い暑いね。暑いですね。ほらもうさ無理しちゃってこ止めてるけど、もう下はもうほらこう、あらほらあらビキニ、ビキニ、あビキニじゃない、ビキニじゃない、伸びきった T シャツ着てますよ。伸びきったがいないっつわ。大丈夫、これからの今日、ね、どうせまたな、昨日六本木で飲んでたって、ね、この男はですよね。ろくでもない男ですよ。しょうがないですよ、六本木の住人なんだから。そうなの。まあね、この前ね、はい、僕あのスポーツジム行ったら、はい、アグリさんと会ったんですよ。それはスポーツジムじゃない、変なジムで。変なジムで腰だけ動かしてるジムで。いやいや、したらね、またなんかこの番組出たいって言ってました。あ、そう、はい、呼んでよ。ねえ、アグリさん、いいですよね。呼んでよ。よろしくお願いしますね。はい、はい、で今日は、今日はですね、今日なんですか、はい、第1回自動車部女子最速王決定戦、うん、まあ、女王ですね。最速女王決定戦ですね。わかった、はい。すいません、また来ちゃいました、ごめんなさい。すいません、テリーさん。もうね、一気に温度が5度上がった。全く心がないんですよ。全部ですね。心めちゃくちゃありますから。もう上っ面でしょ、全部。自動車部女子最速王決定戦ということで、はい、視聴者の皆様に投票してもらいます。皆さん、拍手を向けてください。どうぞ、皆さん、こちら。中に入ってください、中に入ってください。お、すごい。さあ、4人の皆様、やってまいりましたよ。まあ、改めて説明、ルールを説明させていただきます。はい、これから視聴者の皆さんに一人ずつ、はい、まあ、この本庄サーキットのコースを一周だけ、はい、でまあ後ろにあります、はい、トヨタのビッツ RS、 こちらを使って、うん、みんな同じこれを使います。あ、そりゃそうだね、はい、条件が一緒ってことですよね。そうです。ただあれじゃないですか、最初に走るのと最後に走るのとまたちょっとタイヤのコンディションとか、1番手2番手が一番有利。お、うんうんうん、で後半はもうタイヤが垂れてくる。あ、だからくじで決まるな。あ、まあ、ただ今回ですね、この最速女王に輝いた学生の方には、はい、アフターパーツメーカーブリッツさんからなんとレーダー探知機をプレゼントすると。捕まるなと。帰るなね、帰り気をつけましょうと。そういうことでございます。嬉しいプレゼントだろ。いや嬉しいですよね。だってスピード取り締まり感知、でも普段から安全運転してるからね。いるわけねえじゃんこれ。あ、そうなんですか。辻谷さん、それは僕も遠いです。これみんな俺の若いみたいな。でもさ、何回か捕まってんだよ。ヤング辻谷が。でもさ、ほらみんなね、はい、わかりませんけど彼氏が行ったとするじゃないですか、はいはい、で彼氏が車で来るでしょ、はい、そうすると横に乗ってると、はい、みんな運転うまいから自分の彼氏がさ、あったか下手くせえと思わないの。ちょっとどうですか、そう思ったことあるよって方、ちょっと手挙げてもらってもいいですか。吉川です。さすが吉川です。ちょっとこう運転しててさ、はい、俺が下手だったら、はい、横にね、これ吉川が乗ってたら、はい、あんた何やってんのぶっちゃけ、ね、ぶっちゃけじゃテリーさんがね、まあ、彼氏だとして運転しててちょっと下手だなと思ったらどう思います。でもなんか言ったらかわいそうだからとりあえず休憩しようって言ってもらって、であの変わり運転変わる。すげえ気づかれてるじゃないですか。箱根とか行けないですよ。いや無理、ターンバイク無理ですよ。ターンバイクで怒られちゃいますよ。やばいやばいやばい、ね、もう色技がなんかだったら落とされちゃうんですよ。ドア開けられて邪魔っつって僕だ。じゃあまずこの4枚の、ね、この封筒を皆さん取っていただこうと思います、はいはいはい。ということは最初は、じゃあ行きましょう。めちゃくちゃテリーさんを気遣った。で続いて2番がこちら、飯島、はい、飯島さんですね。はい、そして3番がこちらは木村さんでございます。そして4番が早稲田を背負う。おお、早稲田でございます。これ最高に楽しみですね。そうですね。じゃあちょっと意気込み聞きましょうか。そうしよう、聞きましょう、はい、じゃあ吉川さん、まず1番ですけども、改めて意気込みをお願いできますか。自分はあの他の人たちに蹴落とされないようにちゃんと運転して帰っていきたいと思います。じゃあ飯島さん、お願いします。はい、この間の大会からこれあの大会が続いていくので、ちょっとその前にちょっと頑張りたいと思います。お願いします。じゃあちょっとね、景気づけのレースにするとね、はい、さあ、はい、木村、木村、そうですね、先週行われた大会で一応優勝できたので、これをいやーほやほやできてもいます。このままの勢いでいけたらいいなと思って。自信満々だね。頑張ってよ。はい、
では最後お願いいたします。4番目の出走になってしまってちょっと不利ということで緊張するんですけど、まあ、精一杯頑張っていこうと思います。よし、さあここを曲がって曲がり切ったところから全開でいきます。それでは行きましょう。さあ始まりました。さあまず最初のストレートですね。はい、どこまで飛ばせるか。そしてその最初に入っていく1コーナー1コーナー早めだった。あ、今2回押しましたね。2回ブレーキングしました。来たね。さあそこから吉川慎重だね。慎重ですね。意外ともうちょっと奥まで突こうと思いましたけども、さあダンロップコーナーやってまいりました。ダンロップコーナーから少しまだここもエンジンの落としながら来ましたね。落としすぎだね。慎重ですね。はい、まあね、吉川選手ぐらいの技術あればね、少しちょっとね、うん、あのスピードあってもスピードできて、はい、ちょっともっとフリップ取れなくて、先にね、午前中にね、はい、少し練習は出てください。あ、でもここはかなりギリギリを攻めましたね。あ、最後の最後で結構攻めたブレーキングをして、さあここ抜けました。いいぞ。では改めてまず走ってみていかがでしたか。どう、あの練習した時よりなんか思ってたよりコースが長くて、最後の方結構暑かったし、うわ疲れちゃって集中力が結構うわ土屋さんやっぱりエアコンだよ。エアコンでは、どうぞ。お世代が吉川選手のタイムはこちら58秒224秒。どう、手応えとしては結構遅かったです。遅かった。はい。自分の中で、ね、どこが？なんかやっぱそこのコーナーが結構長いから、どこでこうどんぐらい速度を落とせばいいのかとか、どこでブレーキ踏めばいいのかっていうのが結構難しかったなと思いました。だからそこをスタートしてアウトラップの時に感覚をつかむの。この車はどのくらい動力踏んだらどのくらい減速するかっていうのを、うん、そのアウトラップの一周で掴む、うん、そこだよ。そうだね。やべ、なんかスーパー GT のドキュメンタリー見てるみたいで土屋さんかっこいいっすよ。めっちゃもっと言ってめっちゃかっこいい。いや、ということで改めて58秒224吉川選手ありがとうございます、はい、まずは暫定首位でございます。暫定首位、はい、基準タイムです。基準さあ行くよ。さあここでこれ早いタイムアタック始まりました。一周の勝負。いや、これ早い、はい、ここですね。あそこ良かったですね。ブレーキは1コーナー1コーナーの進入。ああ早い。いやいや、いいよ、いいですか。いい。さあここもかなり2回入れながらね、やっぱり同じようにアウトラップと同じようなタイミングで入ってますね。さあこのダンロップコーナーに入っていく前の少し短めのストレートに、ここのおー、滑らかにいってます、滑らかにいってます、滑らかにいってます、はいはいはい、少しオーバーか、でも、ちょっとね、そうですね、ちょっとオーバーいいです。はい、まとめてます、しっかりまとめてます。これは早いよ、吉川より 1.5 秒。お、吉川2秒早い。吉川4輪で傷つけおっと、遠赤もう4輪、脱輪ギリギリのところ。うまいうまい。さあ、ここも、うわ、体をもう傾けながら、ゴールです。いやー、早いぞ。土屋さん、改めて2秒早いと。おお、2秒ほど、うん、飯島選手、まず走ってみていかがでした。一回ちょっと4に入っちゃったかなと思って、今速に。あで、ちょっとそこが膨らんじゃって、なるほど、悔しかったです。ああ、じゃあ、あれがどこまでタイムに影響出てるかですね。あれ、コンマ2秒だな。なるほど。では見てみましょう。ちょっとまずこちらのね、はい、そうですね、58秒224のこちらのタイムを超えているかどうか、はい、では飯島選手のタイムはこちら、はい、55秒639。3秒、そうですね、約3秒。いやー、これは改めてこの、まあ、3秒近くの差はどの辺に見ましたか、うん、土屋さん。あのね、飯島の方が進入速度が高い。はい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 、はい、吉川は落としてから、うん、大丈夫かな大丈夫かなって入ってくんだけ ど、 なるほど、飯島はパンと踏んでスーッと入る。おー、だからその区間が、はい、減速してる区間が短い。なるほどなるほど、ね、あ、血液型もね AB 型だって言ってましたよね、うん、そうだ AB 型だろう。A 型です。でも一応 A は入ってます、 A は入ってます、 A は入ってます。吉川選手
どうですかこれ結果見て。いや悔しいです。悔しいよねこんな。ということで、はいはい、暫定王者が入れ替わるということで、はいはい、暫定首位55秒639の飯島選手でございます。これは早い。土屋さん最後入ってるとドリフト少しかわしてくるような感じでね、スライドさせていきましたね。ってたね。さあでもブレーキも今かなり突っ込んでる、はい、突っ込んでいってましたね。あれね、ブレーキ慣れてるかも。なんか扱い方見るとそんな感じしますよね。さあここもかなりアウトから来るんですが、しっかりインについて、そしてまとめてアウトで抜けていきます。あ、これうまい。うまいですか。これうまい。今のうまい。かなり期待できますか。いや今のはいいです。飯島選手とちょっとあれですか。飯島はね、あそこで絡んでる。はい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 、これはそうですよ、そうですよ、そうですよ。すごい。さあこの S 字はちょっと飯島選手の方が速いかもしれませんが、そしてこの最後のコーナーですね。ほら、うわー、ここ滑らせながらスライドさせながら抜けていきました。うまいね。うまい。木村選手走ってみていかがでしたか、手応え。いや結構、ま、本当に難しくて、うん、アンダーが出まくりな感じだったんですけど、はいはいはい、まあ踏めたかなと思います。踏めたかなと。飯島が55秒639でございます、はい、では木村選手のタイムはこちら。ドン。うわ55秒669。うわ飯島の勝ち。100分の3秒これちょっと分かんないんですけど、100分の3秒って、はい、どのぐらいの差なの。5メーターない、ないわ。うーわー。あ、でも5メートルもあるんだ。5メーターない、3メーターぐらい。3メートルぐらい。これ木村さんどうですか、この悔しさは。いやあれですね、あの大会、普通のジムカナとかの大会より悔しいですね。うわあんなにさっき経歴言ったやつより悔しい。これもきっと上から目線で喋りましたけど、これから、これから絶対もうね、勝ち誇ったりするよね。100分の3だよ。聞いたことないね。テリーさん、改めてすごくないですか。すごい。俺よくね、スピードスケートであるじゃないですか、はいはい、400m とか。そうですね。あの時にもこういうでしょ、うん、それって僕らは1秒でもすごいと思うんだけど、はい、100分の3ってすごいよね。いや本当スーパー GT ですよ。ね、本当に。分かんないこれ。だからその差は、うん、何だったんですか。飯島の方がアグレッシブに遠赤をうまく使ってる、うんうん、で飯島の方が遠赤 S 字なんかもそうなんだけど、うん、遠赤2個目使うとスピードの乗りが良くなる、うん、はいはいはい。で最終コーナーのアプローチが割と楽なアプローチが取れる、うん、ね。だけど、下の方は S 字からアプローチしてきたら早めに最終コーナー入っちゃった。そうですね。だから、あ、これは出口きついな。早めに最終コーナーインに入ると、ずっと、そうですね。そう、打角がずっと切ってなきゃいけない。飯島はアウトインアウトで外から来て、割とクリップをアウトに取って、そこから立ち上がりにかけてた。うんうん、その差ぐらいかな。木村さん、どうですか自分で。どこがやっぱり悔しい最大原因は。でもブレーキングのポイントですかね。どこの結構でも飯島よりも奥まで行ってたよ、うん、本当ですか。はい、奥まで行ってました。いや、キムキムの方が奥まで行ってました。キムキムですね。キムキムの方が、ね、あの競馬だと鼻の差ですよ。そう、本当にそうですよ。本当にありがとうございました。いや、ありがとうございます。では、まあ、そのまま、ね、暫定王者のところにいていただきまして、ね、はい、ブレーキしっかり踏んで、まあ、うまい、うまい、出ながらもしっかり踏んでます。これは速そうだ。これはちょっと飯島がちょっと顔が青くなってますよ。これ速い。これはさ、まず1コーナー奥まで突っ込んだ、そしてブレーキ斜めに1回で終わらせます。ブレーキうまいね。え、うまいですね。さあ、そこでつながっていくカーブを抜けて、ヘアピンカーブを抜けて、ここのストレート、少し短いストレートなんだが、うわ、まとめとる、まとめとる、まとめとる。立ち上がり重視よ。立ち上がり重視です。さあ、遠赤ギリギリのところ。速そうですね。今、ダンロップコーナーのヘアピンが無駄がない。はい。あ、向こうのヘアピンの小さく曲がったでしょ。さあ、小回り。ね、なんかピッツらしい走りというかね、土屋さんね。おお。すごいですね、ピッツらしい。今日初めていいこと言いましたね。いや、ほら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 。2回くらい来てるんです。2回くらい来てます。うわ、うまい。いやー、これはまとめ
てきたぞ、まとめてきたぞ。これは早い。いやまずテリーさんどう見ましたか。前の3台を見ているから、うんうん、自分の中で分かってる、はい、そうですね、想定してましたよね。うん、わしなんかあれだね、サウナ上がりみたいな感じだったね。整いましたね、整いましたね、もう一風呂浴びてきて整っちゃいましたね。整いました。でもぐったりしてます。どうでした。あ、でもなんか今日ちょっと最初に試走させていただいたんですけど、なんか車の性能がなんか高くて、あのビッツ、あの走ったことあるんですけど、部活の車で、でもなんかそれと本当に全然違う。ブレーキもすごい効くし、デフもすごい効くし、タイヤはいいし、もうなんかこんなビッツ走りって思います。うわー、遠野さん、ビッツらしい走り、ビッツらしい走りって僕はなんかちょっと言いました。ビッツらしいんですね。そうなんです、はい、だから性能を使い切ってますよね。小林さん、どうですか、自信は。この伊島選手のこの55秒639。いや、なんかさっき練習その時にあんまり思ったほどいいタイムが出せなくて、でちょっとさっきはロスしてしまったってとかいくつかあったので、ちょっと分かんない。いやー、じゃあ整いましたんで、お願いします。見ましょう。では小林選手のタイムはこちら。いきます。うわー、53秒439。2秒も早い。よかった。いやでも土屋さん、改めて2秒をまさにこう縮めていくっていうのは一つだけじゃ無理ですよね。絶対無理です。全コーナーとか全部の、このアベレージスピードが高い、はい、まあ、ブレーキもそうだよね、うん、ブレーキもなんか奥まで行って一発で決める、うんうん、でボトムスピードも飯島よりも高いところで曲がってる、はい、だからやっぱり前回の区間が、この区間が速い、どのコーナーも、うん、改めて第1回自動車部女子最速女王決定戦、初代王者は早稲田大学小林真央選手。ぶっちぎり、ぶっちぎり。真ん中に来ていただきまして、実際渡していただけたらと思います。あ、これおめでとうございます。今ね、これどういう効果があるんですか。これこちらで、あのレーダー探知機で、はい、とても高性能な最新型です、ね、うわ安全運転してくださいそれを言いたかったんですよね。基本は安全運転、ここはいいですけど、うん、外はダメそれはやっぱり言いたかったですね、小林さんはね。ということで改めて小林さん、ありがとうございます。いや、どうですか、もらってこう素晴らしい商品。そうですね、もう早速取り付けて、もう安全運転。そうですね、あの53秒台で行っちゃダメですからね、はい、高速今度は。いやということで、まあ、改めて第1回自動車部女子最速女王決定戦、うん、まあ、以上で終了となりますけども、土屋さん、改めていかがでしたか。これ白熱しましたね。魔王すごいね。魔王初めて乗った車で、もう名前になりましたね、いよいよ、ね、魔王初めて乗った車で、他2秒も早いんだよ、ね、これはだから、その適応能力の差だと思うよ、それと、うん、はいはいはい、ね、だって、一番不利なんだから、4人目って、うん、タイヤズタズタで、はい、ね、イオンも水温も上がっちゃう、ね、上がりきってるし、うん、それで2秒も離してくんだよ、うん、この2位も3位も4位もさ、うん、もうちょっとこう頭使わないとダメだ。いやー、厳しいお言葉ですけどもね。いや、頭使ってるもん。やっぱりそうでしたか。あ、不利な部分をどう克服しようかなっていうのが、うんうん、こうアウトラップで試してたじゃん。はい、そうですね。ね、うん、そういう頭を使わないとアウトラップで。うわー、せっかく一周プレゼントしたんだから、みんなに。そういうことですね。はい、まあね、やっぱり土屋さんの話はこういうテクニカルな話が出てくるってことは、テリーさん、やっぱりレベルが高い証拠ですよね。そうですね、うん、あと小林選手を受けて、4名にはな、この格好で学校ってほしいですよね。この授業を受けてもらうと、そういうのはみんなね、かっこいいじゃないですか。確かにそうですよ。前で捕まるから。いや、そうじゃないですよ。そしたら、こうやってね、じゃあ自動車も入ろうとかってみんな思ってくれれば。うん、警備員に、うん、ね、整備士は裏からって言われる。いや、そんな。整備士は裏から。普通の格好しちゃってなかなかわかんないけど。うん、だってあんな、法制のさ、整備士だと思われるよ。この後ろ向くとかっこいいんですよ、さらに。ほら。法制ってね、ちゃんと書いてる。だから、警備員に裏から行きなさいって。車の修理できたんですよ。いや、でも、竹岡さん、やっぱこうやってね、こういう皆さんが、やっぱり車業界を盛り上げてくれるとら、そうですね、いいですよね。そう、やっぱり女性が盛り上げてくれると、うん、男性も一緒になって盛り上がりやすいですから。そう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 、ね、いいんだよ、ねね、そういう経験があるんですね。そういうもんだよ、やっぱさ、女子がやってるとかっこいいじゃん。そうですね、やっぱりね、ぜひやってほしいな。じゃあ俺もってなるじゃん。そうですね、間違いないですよね。これテニスさん2回目3回目
4回目やりたいですね。やります。やりますか。さらにですね、はい、商品が豪華になります。それではブレッツさん、さらに豪華のよろしくします。広報の本屋さんお願いします。ということで改めて第1回自動車部女子最速女王決定戦はこちら、早稲田大学小林真央選手優勝でございました。おめでとうございます。サービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。